自民党の坂本国対委員長は今日立憲民主党の劉国対委員長と会談し、臨時国会の招集日を今月28日とすることで合意しました。また、来月9日に政府が経済対策の裏付けとなる補正予算案を提出し、審議入りすることでも合意したということです。一方、臨時国会の会期について、 自民党は来月21日までの24日間とする日程を提案しましたが合意には至りませんでした。